病院食の例病院食とは一般的に病院内で入院している患者に対して提供される食事のことである。似たような言葉に病院食があるが、病院食は病院内外を問わず病気療養中の人に提供される食事のことを指し、病院食とは異なる。一般の食事と異なり、各々の,の病院で個々の入院患者の病状や体質に応じて、 カロリーや栄養分が処方される。歯応えのあるものを避け、味付けが薄く、香辛料などの刺激物を控える傾向がある。個々の入院患者への対応から、かつては管理栄養士指導のもとに病院内で調理される場合が多かったが、調理法の改善やコストの点から、外部のセントラルキッチンへの移行や外部委託が進んでいる。 入院した際の病院食については入院時食事療養費と呼ばれる保険給付が行われる。1日あたりの給付だと入院した日に夕食しか食べない場合でも1日分が給付され入院患者も食事費の個人負担金は1日分が徴収されていたことから平成18年度の改正により自分が食した食事の回数分の給付となった。 入院時食事療養費はとの2種類が存在し、一定の条件を満たしていて、届出をしている場合は、扱いとなり、従来は1日あたり1920円が給付されていた。届け出をしていない場合は、扱いとなり1520円の給付であった。平成18年度の改正では1食あたり640円に改正された。入院時食事療養費には主事の加算項目がある。 洗濯メニュー加算として50円が給付されたが、平成18年度の改正で廃止された。その結果、病院によっては洗濯メニューを希望する人から独自に手数料を徴収するところが現れてきている。食堂を設置しそこで食させる場合に加えることのできる食堂加算金は50円。特別食加算は350円だったところが1食あたり76円に、 健康となり3食で228円であることから122円の減額となる。特別管理加算として200円付加されていたのが廃止されその代わりに新栄養管理実施加算として12点、日が加算されることになった。特別食加算とは治療食に対して支払われるもので次の治療食が算定できる。また、胃界養食については流動食を除くとされている。 これら治療職は厚生労働省通達で使われている故障で各病院で独自の名称を使用しているところがあるが通達に使っており一般的名称を使用するように要望されている。なお、ここに挙げた治療職に対する定義は明瞭に示されていない。ありがとうございます。